これね、今の弁当、あったかい生理食塩水とミックスしたやつですね。はい。で、そう、そんな感じ。これにもぞもぞ動いてるの分かります？あ、はいはい。これも。はい。これ、細菌です。はい。で、便に細菌を出てていい。っていうか少ないぐらい。ただ時間が経っちゃってるからかな、死んじゃったんかもしれないけど、もっと普通はもうちょっと出てるんですよ。はいはい。ちょっと少ないぐらいかな。まあ少ないからどうってわけではないんですけど、それは何とも言えないんですけど、悪玉菌が増えるとそういうのがすごく動くんですよね。からあと今度はちょっと40倍、さっきは400倍だけど今度40倍でね、こういうのね、これぐらいが本当の色なんだけど、これすごく茶色く黒っぽいですよね、うん、他の場所はないかな、うんちがない、どこにあるのうんち、これなんかちょっとあれそれ、これさっきの他にはないの箇所しかない、あの要は未消化反応って言ってね、炭水化物が消化しきってないとあのこう黒っぽくなってくるんですよ、うんうんうん、あのでんぷんとヨードをねくっつけると紫黒っぽくなるような、そういう、はい、そういうのがちょっと便に出てます。だから炭水化物が消化しきらないで出てるのがちょっと未消化反応があるかなと思いました、うん、はい。でも